ミード軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,602人であり、2000年の26,349人から8.6%増加した。軍庁所在地はブランデンバーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ミード軍はエリザベスタウン・フォートノックス大都市圏に属している。 より広域的には、ルイビル・ジェファーソン軍、エリザベスタウン・マディソン広域都市圏に属している。軍名は、米英戦争のフレンチタウンの戦いで戦死した第17、不評連隊のジェームズ・ミード隊員にちなんで名付けられた。北側軍、堺かつ宗教は56マイルにわたってオハヨオ側に、面している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は324.22平方マイルであり、このうち陸地308.51平方マイル、水域は15.71平方マイルで、水域率は4.85%である。地域計画集団であるワンノックスがフォートノックスの再開発から来る成長を支援するために必要とされる大規模な道路開発計画を検討している。これには、 ミード郡とブランデンバーグに入るケンタッキー修道313号線とアメリカ国道60号線を延伸し、アメリカ国道31号線西に並行するラドクリフとエリザベスタウンの間の回路を創設し、ホートノックスのブリオンブールバードからラドクリフのケンタッキー修道313号線まで新しい延伸道路を建設するものである。ワンノックスは、 ブランデンバーグまでのケンタッキー修道313号線計画のために通行券買収で3000万ドル近くがかかると推計している。フォートノックスの再開発は数千人規模の就職機会をもたらすと考えられ、地域経済に及ぼす影響が大きい。マルドローにあるミード郡銀行、フォートノックにある連邦金地金貯蔵所の外観に、 類似している以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。